ている得点、さあ町田左サイドから後半30分を過ぎてフリーダーさんシュートどうだ決まった。やはり30分過ぎに怖い町田同点に追いつきました。矢沢が決めました。矢沢の同点ゴール。矢沢の今シーズン初ゴール、ね、ここでね、なんか矢沢選手完全フリーになったんですよね、はい、あ一旦今くしびきですか。そうですね、かき出そうとしたんですけどこのフリーの矢沢思い切って右足振り抜いてなんとか足を出したくしびきなんですけれども、そこにわずかに当たって奈良滝の上を通過してそのままゴール。